中村優勝走る確かもーヒーローズカフェ始まりましたきっと大丈夫だよポケットにはマイヒーロー一人ではないこと僕は知ってるはい、それでは5人目の方をご紹介させていただきます、はい、ハンドルネームひろみさんでございます、はい、皆様こんばんは、家庭での私の価値についてご相談させてください、うん、私は結婚して15年、長男が中学生、次男が小学生の専業主婦です。家事も育児も自治会との付き合いも学校の保護者会の役員も人並みにやってきました、はい、でも旦那さんは1円も稼ぐことなく家にいる私を認めていません、うん、そもそも子供もいる、子供が家にいるときはお前も家にいろと言われてたので、働きに出ずにそうしているんです。なのに家で酒を飲むな、電話するな、ライブに行くな、2日目のカレーを出すなと自分のイライラをぶつけてきます。私の毎日って何なんでしょう。旦那さんの言うことが正しいんでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします、という内容でございます。聞こえますか。こんばんは。はい、聞こえました。今日はありがとうございます。まあ、私的には、まあ、家事も育児も人並みにできてると思うんですけど、あんまり何でしょう、私という人を評価してもらえてないっていう感じがあって、妻でもなくて母でもない、ヒロミという人間個人の存在がすごく薄いものになってるんですよ。やっぱ日常でもう名前を呼ばれることもないんですよ。あの、何々さんって苗字で呼ばれたり、何々くんのお母さん、何々くんのママって呼ばれるし、もうそのヒロミっていう人間が本当にちゃんと生きてるのかっていうのが、分からなくなるんですよね、うまく言えてるか分からないんですけど、分かりますよ。大丈夫です、ひろみさん、生きてます、ひろみさん、はい、ありがとうございます、はい、で、カレーは2日目が一番美味しいです、はい、いや、そうですよ、本当にそうですね、うん、多分私がこうウキウキしたり楽しそうにしているのが気に入らんのですよね、多分。その楽しそうなんが、俺は一人で頑張って働いてるのに、でお前はそのお金で暮らしてるのに、まあ、あの、なんでなのっていう、そんな楽しそうにしてるのは なんでなの、自分ばっかり楽しんでるでしょっていうところですよね今日は大丈夫なんですか。だからちなみに今は大丈夫なんですか。今あの夜勤に行ってていないんです。ああそのタイミングで。そうなんです。なので私もその旦那さんが一生懸命働いて、まあ、足痛い腰痛いって頑張ってくださってるのも分かってるので、いたわってあげたいと思うんですけど、あまりにもこう制限がすごいので、それ辛いですね。なんかそっちに気持ちを持っていけなくなってくるんですよね。もうはい、分かりました、はいはいはいっていう感じで聞いて、別にこう言い返すこともしないし、言われたものはまあとりあえず全部主人の旦那さんの前ではやらないようにしてます。で普段はすごく全然何でもないおとなしい感じの人なんですけ ど、 なるほど。1年に1回ぐらい時にバチンって切れる時があるんですよ。まあ、私だって頑張ってるんだから、たまには遊びに行くぐらいいいじゃないって言っていいものかどうかが分からないんですよね。ああ、じゃあそういう会話はないんですか、今まで。喧嘩というか、いや、で向こうはバーってこう熱を帯びて言った後スッて引くので、返すタイミングがないんですよ。あ、上の子とかももう嫌ってて、完全に父親のことを。え、子供のいる前でも怒るので。あ、なるほど。もうちょっと、私に文句があるなら私がいる時だけにすればいいのに、子供の前でもそれをするので、もう子供、上の子はもうパパとは呼ばない、あの人って感じになってます。それも悲しい。まだそれでお父さんをエスカレートさせるんでしょうね、きっと。それもあって悪循環だね。悪循環、そうですね、悪循環ではありますね。でもどうなんですかね、その旦那さんもなんかちょっと変えたいとかっていう気持ちは僕はあると思うんですけどね。その自分 の、ね、あのお子さんに、まあ、あの人っていうような見え方をさしてしまってることっていうのも、ちょっとでもやっぱり
こう進む意識じゃないですけど、ね、辛いんじゃないかなと思うんですけどね。だ今この状態がすごいなんか続いてももう関係ないぐらいの感じじゃない気がしてるんですけど、まあ、確かにね、意地を張っちゃったりとか、ね、嫉妬したりとか、なんかね、どっか歩み寄りたいんだろうなっていう感じは伝わってくるんですけど、結構、まあ、伝わってくるんですね。伝わってくるんだったら、それそこが伝わってるうちに多分話し合わないといけないんじゃないかなって、その諦めたら多分一生多分夫婦間が、夫婦間とその子供たちとその家族の関係が ね、どんどんなんか迷宮入りしていきそうな気がしなくもないんですけど、お子さんがね、あの人っていうふうに言うような相当だと思うんですよね。そうですよね。その状況はね、まあ、男の子同士なので、で私とやっぱり長男はすごく仲がいいので、はい、仲がいいっていうか、まあ、よく喋るので、もうだからね、それ夜勤やし、ずっと一緒にはいないです。ほとんど会うことがほぼないんです、夜勤と、で昼間ずっと寝てて、はい、夕方から仕事に行くって感じなんで、あ、余計そっか、じゃあお子さんとのコミュニケーションもなかなかね、一緒に食卓を囲むってことがもうほぼほぼない状態なので、なんかそしたらもう、その旦那さんがお休みの時とかに家族4人でどこか買い物行ったりとかご飯食べに行ったりとかっていうのももう何年もやられてないって感じですか？そうですね、もう私もその頼むのも、あのこれが買いたいからちょっと大きいスーパーに連れて行ってみたいなの頼むことはまあやってたんですけど、はい、すごいすっごい疲れたみたいなことは帰ってきた後で言わはるので、もうだんだんそれが重なると頼むのも、なってしまうんです。なるほど。難しいな、そうすると。そうなんです。だから家族4人揃ってのだけっても記憶にないと思う、思い出せないぐらい前に、そうですか。やっぱりその時間のズレが結構上は、まあね、それがなんかそのたまにそのズレが生じすぎたってしまって旦那さんのなんか疎外感みたいなのもあるたのかな、なんか自分だけちょっとなんか仲間外れにされてるんじゃないかとかっていうのもあるんで、ちゃんとこの家族の時間、夫婦の時間をまずきっちり作って、なんか素直にまず楽しむ時間、楽しめる時間をまず作れないかなと思って、それ以降に何でもできると思うんですよ。思うのあれですよね、多分旦那さんも被害者意識ある気がするんですよ、聞いてると。でなんかお二人ともおそらくその分かってほしいと分かってほしいが、多分ぶつかってる気がしてて、すれ違ってるなって感じなんですよね。なんか意外となんか本当にね、ちゃんとコミュニケーションが今取れてないんだろうなと思うんですけど、でまずは今あれですよね、その大きな根本的な解決はできないと思うんで、今すぐには、まずはそのひろみさんが孤独にならないことだと思うんですよね。そうですね、で多分旦那さんも孤独感ある気がしてて、聞いてるとだから当たってるというか、さっき中村さんがおっしゃったような疎外感というか、もある気がしてね、こんだけ働いてるのに帰ってきたらそういうなんお帰りの感じの空気もないみたいなのがあるかもしれないですよ。でなんかひろみさんと同じ、ね、共感されるこう方もやっぱりヒローズの方々でいるんじゃないですかね。そうでしょうね。オンラインでつながりましょう、そしたら。確かに、なんか思いっきりね、それやったらこう、ね、皆さん同じような共感されてる方々、一回こう暴露会じゃないですけど、確かに、そういう会を開いてみて、そうですね、もう悪口言ったらいいんですよ、はい、そうですね、まあそれだけでもすっきりしますからね、一回言っちゃえばいいと思います、うん、そうですね、悪いとか思わずに、そうですね、そうですね、今もそうです。結局多分相談する前も思ったんですけど、多分解決策ってなかなか難しいので、誰かに聞いてほしいっていうのがやっぱり一番大きいんですよね、こう誰かに聞いてそうかそうかって言ってほしいっていう。まずはこのね、このメールいただいた中で、家庭においての私の価値についてっていうところで、ご相談いただいてるんですけど、まずその自分に価値がないっていうふうに思ってほしくないんですよね。絶対お子さんにとっては大事な大事なお母さんであり、家族なので、でもってはけ口が今ないだけで、やっぱ同じようにお話ししてほしいなと思います、共感できる方々と一緒に。
だから孤独にならないように、孤独にならないようにですね、うん、いつもそばにいるからですよ、そういうことなんですよ。ありがとうございます。あのやっぱ僕らもね、やっぱりそういう、ね、番組でありたいなと思いますので、うん、皆様にね、寄り添っていけたらなと思うので、うん、よく言われるんですけど、なんか話ってお互いが言わなきゃ伝わらないじゃないですか、うん、だから分かってほしいって思ってることをちゃんと伝えなきゃダメなのかなっていうふうに思います。ヒロミさん、やっぱりあの同じように共感していただく同世代の主婦の方、またあなたさんみたいにこう嫁さん子供を持った、ね、旦那の意見とか、うん、別の、ね、まあまずはね、あの主人の意見とかね、孤独にならずにやっぱり日々の、ね、うん、なんかこの解消ができる場所がまず一つあれば、うん、ひろみさんにとっていいのかなって思いますし、まあ、あとはやっぱりもう二人子供がいるわけで、やっぱりそのちゃんと夫婦として、その親としてのお二人としてちゃんと喋るべきだなっていうことはなんか思いました、はい、個人的には。わかりますっていう人が絶対いるん で、うんうん、コメント欄もね見てくださいね。今もなんかすごい別れとか、うちがそうだったとか、たくさんコメント来てますもんね、うん、そうですね、うん、いや、いい番組だ、ね、本当にこんな素敵なこと毎回やってんすか。これ毎回ね、いやガチヒーローじゃないですか、ですね、いいな、ね、でも本当にね、チャット欄にすごいね、ひろみさんに対してのコメントがすごいだって並んでるんで、うん、ぜひあのこれ終わったら読んでみてください。はい、ありがとうございます、嬉しかったです。はい、こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。